無痛分娩についての補助を進めてまいりたいと考えております。女性の皆さん、働きながら子育てもしたい、そして家庭を持ちたい、そう思っておられる方はもう本当に多くいらっしゃるわけでございまして、その希望をどうやって叶えられるか、その体系をしっかりと築いていきたいと思っています。少子化大きな問題になっていますよね。今この間私は大変不満でした。少子化担当大臣は17人も生まれてるんですよ。皆さん、少子化担当大臣は生まれているのに子供が生まれてなかったんですよ。皆さん、1989年の 1.57 ショック、毎年減っていって、何かいつの間にか当たり前のように思えてしまう。だからこそ私は覚悟を持って東京都知事となって、そして皆さんの少子化対策というよりも個人の希望が叶えられるような、そのような環境を作ってまいったところでございます。そしてまた子どもさんがですね、このケアをするだけではありません。プラチナキャリアセンターといって、高齢者の皆様方がいつまでも自分の経験を生かしながら社会での居場所を確保していく、そのことが元気なご高齢の方がより元気になって、そして人生、自分の好きなことを進めていく、それができる東京にしていきたい、こうやって進めてまいったわけでございます。皆さん、おととい新しいお札が登場しましたね。1万円札は渋沢栄一さん、人生で500社も会社を作った、まあスタートアップの神様みたいな人、ありとあらゆる会社が全部と言ってもいいほど渋沢栄一関係なんですね。ありがとうございます。そして5000円は津田梅子さん、もちろん言うまでもありません。津田塾大学を作って、そして女子教育をここで進めた、新宿の牛込生まれなんだそうです。まさに新宿ゆかりの女性であります。そして千円札は北里柴三郎さん、日本の医学を前へ進め、慶応義塾大学の医学部の学部長でもあり、そして北里研究所、北里大学を進めた人でございます。3人に共通するのは何かと言いますと、人を育て教育をしっかりと受けてもらえるという環境を整えた方、まさに東京はこの皆さん方が教育に力を入れたこそ素晴らしい人材を育てて、そしてこの東京が今経済的にも、そしてまたいろんな社会的な分野でも東京はますます輝きを持たせていただいているということで、感謝を申し上げたいと存じます。皆さん、そして今日こちら新宿駅、日々素晴らしい交通システムを皆さんご活用のことだと思います。ただね、東京都内の電車、もう複雑に私鉄が入り、 JR が入り、そしてまた地下鉄ともつながっていて、そして1分たりとも時間差がないと、遅れがないぐらい毎日奇跡が起こっているようなものですね。本当にこの交通システムには関係者の皆さんのご苦労、そしてまた技術開発に心から感謝を申し上げたいと存じます。そういう中で残念ながら鉄道事故が起こってしまう。実は都営地下鉄の106ある駅にそれぞれホームドアを設置をいたしたところで、今年の2月に完了いたしました。これは結構お金はかかるんですけれども、東京の職員の大変素晴らしい技術力でもって、提案で QR コードを車両側につけることによって、ホーム側のドアとうまく連動して、開くタイミング、閉まるタイミングをきっちりと合わせられるようになったというんです。
これによって約20億円かかるとされました。今のドアと2つのドアがうまく同期をさせるというシステム、約20億円かかると言われていたのが、 QR コードの技術を活用することによってたったの270万円で済んだんですよ。皆さん、すごいと思わない？いろいろな社会課題を技術が解決をしていく、その技術力を大学で学び、そしてまたそれを生かしていく場、さらにはそういう技術に対して私小池百合子自身耳を傾けながら活用していく。私はこのホームドアの設置については106都営地下鉄の全ての駅で設置をしたと申し上げましたよね。2月以降転落事故は起こっていないんですよ。人の命を守るというのはまさにそういう現実論ではないでしょうか。皆さん、だから JR、 私鉄、地下鉄、みんな乗り入れが複雑に起こっていて、車両のドアの位置が違う、なかなか技術的には難しいけれども、これからホームドアの設置各社頑張ってやってくれているけども、もっとスピードアップしたいんです皆さん。そのために協議会を作ります。皆さんの命を守りたい、皆さんの日々の足を守りたい、その思いで私はこの公約を新たに付け加えさせていただきました。ありがとうございます。さあ皆さん、この大東京でございます。これから経済が集積する東京、それをこれからも皆さんと共に輝かせていく。経済を担うのは、社会を担うのは、お一人お一人の都民の皆様方でございます。すいません、ちょっと届けで、はい、あの江東区の中国の選挙以来、そしてまたあのポスターの状況を皆さんご覧になってますよね。政見放送もご覧になってますよね。これまでとはちょっと違うと思われませんか皆さん。民主主義、本当の民主主義のプラットフォーム守っていこうではありませんか。そして皆さんの普通に持っておられる常識をこれからもこの選挙を通じても訴えていこうではありませんか。皆さんいかがでしょうか。さあこれから東京オリンピックは2021年に行うことがなんとかできました。先ほどのプラットフォームも実はパラリンピックのレガシーなんです。段差をなくしていく、プラットフォームに直接つながる、そのようなエレベーターをつけていく、これらのことを進めてまいりました。このレガシーをさらに生かしてまいります。そして間もなく皆さん、パリオリンピックですね。パリ大会、ぜひとも日本の選手が一つでも多くのメダルを確保するように皆さん応援してまいりましょう。そしてその前に、私の選挙は明日あさってでございます。いよいよ七夕選挙、期日前投票は毎日行われております。どうぞ皆様、投票所に行ってください。そして迷うことなく小池百合子とお書きをいただきまして、皆様から金メダルを頂戴したい、ぜひとも待たせていただきたい、私小池百合子でございます。小池百合子、どうぞ勝たせてください。
井理子2期8年の実績、さらにバージョンアップして東京大改革 3.0 進めてまいります。皆様誠にありがとうございます。最後まで応援よろしくよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。都民の命と暮らしを守ってまいります。あらゆる災害から皆さんを守ってまいります。経済を発展させます。どうぞ小池百合子よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。東京都知事候補小池百合子、小池百合子候補者本人より皆様へのお訴えでございました。どうぞ皆様ゆり子コールをお願いしたいと思います。ゆり子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 。そしてただいま候補者本人小池百合子本人が直接皆様のもとに伺いまして、触れ合いタッチグータッチをさせていただきます。どうぞ皆様ゆり子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 。ただいま候補者本人小池百合子本人が皆様のもとに伺いまして、触れ合いタッチグータッチをさせていただいております。皆様のお気持ち伝わってまいります。ありがとうございます。小池百合子本人が皆様のもとに直接伺いまして、触れ合いタッチグータッチをさせていただいております。その笑顔心に染みます。ありがとうございます。小池百合子小池百合子候補者本人が皆様のもとに伺っております。ありがとうございます。小池百合子東京都知事候補小池百合子、いよいよあさって7月7日が投票日。東京都知事候補小池百合子小池百合子、都知事には百合子小池百合子、東京都知事にはやっぱり小池百合子小池百合子とお願いを申し上げます。ゆり子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 。ありがとうございます。目と目を見ていただいての触れ合いタッチグータッチありがとうございます。ゆり子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 。子どもたちの笑顔小池百合子守ってまいります。ありがとうございます。ゆり子ありがとうございます。ただいま小池百合子候補者本人東京都知事候補候補者本人皆様と触れ合いタッチグータッチをさせていただいております。どうぞ皆様小池